Hello, Sweet Tooth here. I hope your day is going well. Hakuna Matata! Welcome back! Let's play some more Danganronpa 2. Goodbye to Spitter. And now I gotta choose. Once again, what do I want to do? Become the Blackened! Submit to Junko. You know, let's just go with this. Okay. Alright, choose graduate. Soka. Sumi Sotsugyo Erebeba Ii Dake Ka. I just need to choose graduate then, huh? Well, yeah. I mean, if you want to. What? アバター、ひなた君が本体に上書きされることになるので、無事にひなた君が復活できますね。まさに王道的絶望ハッピーエンドじゃないですか。 Well, that sounds so good. まて、それはダメだ。 Why not, Byakuya? Why not? そんなことしたら 死んだみんなが江ノ島のアルターエゴに乗っ取られて。 Well, she seems persistent. Don't you want to give her a sticker and some good goods and good rewards for this? E for effort? A for effort? Whatever you want to say about it? っていうか、強制シャットダウンをしてくれないと未来期間が取り残されちゃうもんね。 超高校級の絶望なんかのために未来機関が犠牲になるなんて許されない。もう最初からそう言ったらいいじゃないですか。素直じゃないんだから。そうじゃないわ。私たちが言っているのは世界を絶望から救わないといけないって。はいはい、しつこいって。大体さ、その世界って 自分の存在をかけてまで守らなくちゃいけないの？じゃあ、世界の希望と自分の希望が違ったらどうすればいいの？いくら世界が幸せになったとしても、自分が幸せにならなかったら意味ないじゃん。そう。しかも、未来機関って超高校級の絶望を抹殺したがってるんでしょ？ 自分を犠牲にして超高校級の絶望に戻った途端に未来機関のお仕置きタイムが発動。なんてことになったら最悪じゃのう。最悪っつうか、むしろ絶望的だね。で、パンタルにそれが耐えられんの？ Yeah, I could. ここで起きたことの何もかもが無意味なただのゲームとして終わって。Well, life is a meaningless game, so whatever. ここで感じた感動や友情や愛情や何もかもがセーブデータにも残らないまま消えちゃって、大好きな彼女は動かないまま衰えていって、大嫌いな彼も動かないまま痩せ細っていって。 ひなた君に至っては存在そのものが消えてしまう。それも憧れてた希望ヶ峰学園のせいでね。そんな絶望に耐えられんのかよ。誰のために耐えるんだよ。But the question is, do I get cake? I want cake. Can I has it? 顔も知らない連中のためか。 感謝すらしてくれない連中のためか。 それは希望なのかよ。 惑わされちゃダメだ。 それが江ノ島の手なんだよ。 彼女はそうやってあなたたちを絶望におびき寄せようとしているのよ。 そいつの戯言に耳を貸す必要はない。 それよりさっさと強制シャットダウンを。 ちょっと待てよ。 なんだ、なぜ待つ必要がある。
江ノ島を外の世界に出したらどうなるか、まだわからないのか。いや、俺はただ江ノ島が起こした人類史上最大最悪の絶望的事件で、どれだけの人間が犠牲になったと思っている。今ようやくそれが沈静化し始めているの。ここで江ノ島純子が外の世界に出たら、また大勢の犠牲者が生まれてしまうわ。また世界規模の暴動と混沌の時代に逆戻りしてしまう。だからそれを防ぐために強制シャットダウンをしろと。でこっちの世界で積み重ねた記憶の全てを失って、超高校級の絶望に逆戻りしろと。中には存在そのものが消えるやつもいるけど、我慢しろと。だが現時点ではそれしか方法はないんだ。いやいや、方法ならあるってば。普通に卒業を選べばアバターの記憶を引き継げるわけだし、少なくともここにいるみんなはそのまま手を取り合って生きていけるよね。まあ死んでしまった連中の体は私に乗っ取られちゃうけど、それだってこの先ずっと動かないよりはマシだと思わない？みんな惑わされちゃダメだよ。どっちが本当の希望なのかよく考えてくれ。どっちが本当の絶望なのかもね。あのどうしましょう。どうするって言われてもよ。俺らにそれを選べってのか。なんでこんなことになってんだよ。絶望を乗り越えたみんななら本物の希望がつかみ取れるはずだ。ここでの記憶が消えてしまったら、私は皆さんの死んだ理由すら覚えてあげられなくなるのですよね。死んだ連中の体を奪われてもいいのか。アホかと思われるかもしれねえけどよ、やっぱもう一度ペコに会いてえんだよ。俺らが超高校級の絶望に戻ったら未来機関に殺されるかもしんねえんだろ。私たちはそうはさせない。こうなったのは未来機関のせいだろ。俺らをこんな世界に閉じ込めやがってさ。お前たちを守るためだろ。もし江ノ島を外の世界に出してしまったら、また大勢の犠牲が生まれるの。それは分かってますけど、互いの希望がぶつかり合うなんて絶望以外の何者でもないわね。何が？俺には選べない。世界が滅ぶとか自分を犠牲にしろとかいきなり言われても、そんなの俺には決められない。俺にはどっちも選べない。日向君。わあ。うるさい！放っておいてくれ！そもそもこんなのおかしいだろう。どうして俺がこんなことに巻き込まれなくちゃいけないんだよ。
だってみんなと違って俺には大した才能なんてないんだろ。それなのにこんなことに巻き込まれて、しかも存在が消えるって。意味わかんねえよ。こんなのどっちも絶望じゃねえか。私たちはどこまで犠牲を払えばいいのですか。こんな責任背負わせんじゃねえよ。俺らの手に負えるわけねえだろ。しっかりして。だから無理なんだって。俺なんかには無理なんだよ。未来なんて選べないんだよ。希望だの絶望だの勝手にやってくれ。俺には関係ない。そんな。そして答えは出ない。それがあんたらの選ぶ答えなのね。また私の予想通りになっちゃった。こうやって何もかも予想通りってのもさ、絶望的に退屈なんだよね。私があんたらのデータを持っている以上、そうなるのは当然なんだけどさ。それこそ絶望的に予想不可能な出来事でも起きない限りはね。と言ってもそんな都合のいいことなんて、これまた絶望的に起きるわけがないんだけどね。だってこれってゲームだもん。全ての物事が予定調和で進む世界なんだもん。でもいいんじゃないの。無理して選択肢を選ぶ必要なんてないって。未来なんて求めない。そういう未来があってもいいと思うよ。希望を求めなければ絶望に襲われることもないんだし、私だってそう。絶望を求めなければ希望なんてしないで済む。だからさ、みんなで呪いから解き放たれて、ここで仲良く立ち止まってようよ。ずっとこの南国生活にどっぷりと浸ってようよ。ずっと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 ね。世界はループしていくんだね。永遠に続く楽園のゲームなんて楽しそう。よし、ゲームリセットでいくね。こうして世界はループしていくんだね。永遠に続く楽園のゲームなんて楽しそう。しばらくこうしてんのもいいかもな。おっちゃん、賢明な判断ですよ。これで江ノ島も消えたし。よし、パーティーでもしようぜ。だったら腕を振るっちゃうって。ならば BGM は伊吹に任せるっす。ねえ、記念に写真撮ってもいい？ What is going on? 俺様のビギリ酔いしれるか。トレーニングのカリキュラムも用意したぞ。怪我したら私に言ってくださいね。僕は自己紹介から始めた方がいいかな。今さらかよ。よし、ゲームリセットでいくね。こうして世界はループしていくんだね。永遠に続く楽園のゲームなんて楽しそう。しばらくこうしてんのもいい。おっちゃん、よかった。はい、
これでエロ…うっしー。だったら…ならば BGM ね。俺様のビギ…トレーニングの仮…僕は自己紹介…違うよ、みんなはゲームなんかじゃないでしょ。What the hell is going on? よーし、ゲームに出た。こうして世界は永遠に続く楽。しばらくこうして。おっちゃん、よかった。はい、これでエロ…うんし。だったら、ならば BGM ね。俺様のビギ…トレーニングの鍵…僕は自己紹介…違うよ、みんなはゲームなんかじゃないでしょ。こうして世界は永遠に続くら。しばらくこうして。おっちゃん、よかった。はい、これでエロ…うんし。だったら、ならば BGM ね。俺様のビギ…トレーニングの鍵…僕は自己紹介…違うよ、みんなはゲームなんかじゃないでしょ。こうして世界は永遠に続く。しばらくこうして。おっちゃん、よかった。はい、これでエロ…うんし。だったら、ならば BGM ね。俺様のビギ…トレーニングの鍵…僕は自己紹介か…違うよ、みんなはゲームなんかじゃないでしょ。こうして世界はループして永遠に続く楽園のゲーム。こんな世界は。 Is that it? お前は誰だ。 What is going on? Oh, I thought they were gonna kiss or something. ゲームなのは私だけ。 Never mind. Weird thought. みんなはそうじゃないでしょ。ナナミか、どうしてお前がここにいるんだ。どうしてかな。俺の記憶の中のナナミってことか。だってお前は消えたはずだもんな。まあ何でもいいか。それよりさ、あいつらむちゃくちゃだよな。世界が滅ぶとか自分を犠牲にしろとか、そんなの選べっこないのに。俺なんかに選べっこないのにさ。ほんと散々だよ、いきなりこんなわけのわからないことに巻き込まれて。何の才能もないって突きつけられた上に、外に出れば超高校級の絶望だとか言われて、挙句の果てには消えるとか言われてんだぜ。意味わかんねえよな。ああ、お前だって嫌だよな。だって俺たちの記憶がなくなったら、お前の存在は完全になくなるんだもんな。俺たちの記憶にも残らず、完全に消えてなくなっちまうんだもんな。なくならないよ。え？たとえ存在がなくなったとしても、私がみんなに忘れ去られちゃったとしても、だからって完全に消えてなくなるわけじゃないよ。私とみんなで作った未来を、みんなが進み続ける限りは、私は消えてなくなったりしない。私が生きて戦って命を懸けたものがちゃんとそこに残ってるんだもん。 Oh yeah, it won't exist if they just give up. そうは言うけどさ。ひなたくんは怖いんだね。自分が消えることもそうだけど、重い何かを背負って未来を進むことが怖いんだね。ああ怖いよ、そんなの怖いに決まってるじゃないか。おい、いつまでうじうじしてるんだよ。胸を張れる自分になりたいんじゃなかったのか。
だから希望ヶ峰学園に憧れたんじゃなかったのかよ。だけど俺はその希望ヶ峰学園にも騙されて。ひなたくん、君は今までずっと大きな勘違いをしてたんだよ。勘違い？才能を持つことがゴールじゃないよ。才能があろうとなかろうとさ、それよりもっと大事なことがあるでしょ。自分自身を信じてあげることだよ。それができなかったら、いくら才能があっても自分に胸なんか張れないよ。きっと昔の君がそうだったみたいにね。お前は、なあ、お前は誰なんだ？だって消えたはずじゃなかったのかよ。でも昔の日向くんは昔の日向くんだよ。この世界で私やみんなと一緒に過ごした日向くんじゃない。だから大丈夫、君はもう自分に胸を張っていいと思うよ。なあ、七海、教えてくれないか。俺はどっちを選ぶべきなんだ。自分の希望と世界の希望と、どっちを選ぶべきなんだ。君たちの未来は君たちだけに権利があるんだよ。もちろん責任もだけどね。自分で選べってことか。でもどっちも選べないなら作っちゃえばいいんじゃないかな。Oh, okay. 作る？この世界はゲームかもしれないけど、君たちはゲームなんかじゃないんだよ。選ぶだけじゃなくって、作ることだってできるはずだよ。俺なんかにできるのか？ゲームじゃないんだから、才能やスキルやレベルなんて気にしなくていいんだよ。君たちにはそんなものを乗り越えるとてつもない必殺技があるじゃん。ほら、やればなんとかなるってやつだよ。 If you just do it, things will turn out okay. Truer words have never been spoken. やればなんとかなるって。まあ、それでなんとかなったらゲームならクソゲー扱いだけどね。でもこれはゲームじゃないんだよな。ねえ、日向くん、誰かのためじゃないよ。君は自分自身のためにやるんだよ。さてと、じゃあそろそろ日向くんのかっこいいところを見せてもらおうかな。はじめ has a cool side? That's a first. ほら、私も手伝うからさ。手伝う？俺には何の才能もない。憧れた希望が見え学園にも騙されて、俺は消えたくない。鎌倉いずれなんて俺じゃない。世界がどうとか知るかよ。自己犠牲なんて嫌だ。どうせ誰にも感謝されないし、江ノ島なんかに勝てこないんだ。悪いのは未来機関だ。俺のせいじゃない。俺には未来なんて得られない。ほら、やればなんとかなるってやつだよ。君なら未来だって作れるはずだよ。 Yes! Take that, punk!Take that! No! 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 No!それでも俺のせいじゃない。No。それでも
俺には未来の出られない。それでも俺は、それがどんな未来だろうと、君たちが進み続ける限りは私は消えてなくならない。ここでのことも無意味なんかじゃない。希望も絶望も背負った君たちならきっと未来だって作れるよ。都合のいい奇跡だってやればなんとかなる。だから中途半端にうじうじしてないで、全てを捨てる覚悟で本気になってやってやれ。私も応援するからさ。あ、そういえばまた言いそびれたな。ああ、オルの記憶が消えたら、私は皆さんの死んだ理由すら覚えてあげられない。世界から絶望をなくさないと悲劇はまた繰り返されるわ。もう一度ペコに会いてえんだ。俺らが超高校級の絶望に戻ったら未来機関に殺されるかもしれないんだろ。絶望に落ちたお前たちにも責任はあるんだ。俺の責任じゃねえよ、未来機関の責任だろ。どちらも希望でどちらも絶望、結論なんて永遠に出ねえんだよ。希望を失っちゃダメだ。俺の記憶が消えたら、私は皆さんの死ぬ理由を覚えてあげられない。 My bullet is getting bigger。希望を失っちゃダメだ。俺の記憶が、私は覚えてあげられない。世界から絶望、悲劇はまた繰り返す。もう一度受け込んだ。俺らが超高校、未来機関に殺す。絶望に落ちた俺の責任じゃねえ、未来機関の責任。どちらも希望で、結論なんて。それは違うぞ。きっと希望だけじゃない、絶望だってたくさんあるだろうな。どんな未来になるかなんてわからないけど、でも俺たちの未来は俺たちのものだ。もう誰にも渡さないぞ。は？あんた誰？俺は決めたぞ、もう逃げない。俺は自分の未来と戦う、みんなが作ってくれた未来と戦う。誰かのためじゃない、自分のためにだ。まさかカムクラ、ちょっとどうなってんの、これってマジモンのバグとか。 It's a big bug。 俺はカムクラ It's called a Hashime bug。 Better squash it。 俺は日向はじめだ。希望を求めるから絶望、絶望するから希望を求め、もう終わらせようって。選ぶ必要なんかないって。目を塞いで耳を閉じろ、口をつぐんでろ。そうすればこのゲームは、それが嫌なら電源を取っちゃえばいいんだよ。それでも俺は絶望的な未来なんて見なくたっていい。もう誰にも選ばせない。何も欲しくない。論破なんてできない。そこに希望なんてない。諦めてもう休もうって。奇跡なんて起きっこない。何この下水感じ、何も欲しくない。カムクラ、論破なんてできない。未来があんたを苦しめる、あ
諦めてもう休もうって。あんたは希望なんかじゃない。何も失いたくない。どっちを選んでも絶望よ。できっこない。あんたなんかに何もできっこない。それは違うぞ。アウ。何なのよあんた。どうして急にこんなバグが。 It's called the Hachime bug. Can't get it too big. みんな強制シャットダウンをしよう。え？だけど分かってんのかよ。強制シャットダウンをしたら俺らはたった一つの選択肢がなんだ。そんなもんで終わったりするもんか。みんながつないでくれた未来にはもっと大きな可能性があるはずなんだ。まずは胸を張って外に出て、そこから俺たちで作っていけばいいんだよ。俺たちの思い通りの未来をさ。な、何言ってんのよ。そんな都合のいいことばっか起きるわけないじゃない。奇跡くらい起きたっておかしくないだろ。これはゲームじゃないんだ。そんな風に強がったところで外に出たら何もかも忘れるだけじゃん。そんなのここにいる連中だって。2つのボタンを同時に押せばいいんでしたっけ。は？どうしてですかね。私にもよくわからないのですが。まだ見えたのです。暗な深海に沈んでいくような気分になって、みゆは、そんな時にふと日向さんの声が聞こえて、暗闇の大海原を照らす灯台の明かりのような厳しい、とあの光を照らしてくれていたのは、そういうことですよね日向さん。私たちがこれから作る未来は皆さんが作ってくれた未来でもあるんですよね。だったら止まれるわけないですよね。だからさ、自殺行為だって。自殺行為なのは百も承知だ。俺らのメリットなんて見当たんねえしな。だけどよ、俺にはあいつの声が聞こえたぜ。そういや、あいつに怒鳴られたのは初めてだったか。いつまでもあいつにガキ扱いされてちゃたまったもんじゃねえよな。やっぱごちゃごちゃ考えるのなんて俺の性に合わねえや。強い奴がいたら戦うってのが俺らしいよね。それが胸を張るって意味なんだよな。 Not really. You're horribly wrong, Akane. Horribly wrong. だったら俺はこっちだろ。また面倒くせえことになっちまったな。おめえらがやるっつってんのに俺がやらねえわけにいかねえだろ。どこにも居場所がねえならせめてこの場所は守らねえとダメだろ。あんたらまでどうして、どうして自分から絶望に飛び込むような真似ができんのよ。信じてるからだ。は？俺たちは自分自身の未来を信じてるんだ。新しいことも困難なこともやればできるって信じてるんだ。未来だって作れるはずだって信じてるんだよ。そんな希望なんかじゃないじゃん。なんなのよ日向君、それにみんなもありがとう。それを言う相手は俺じゃないと思うぞ。
Still got a B. Still got a B. Really? Really? じゃあ、始めるか。こんな簡単に終わっちまうんだな。終わりじゃねえだろ。ここから始めるため、まずはこの閉ざされた世界を終わらせて、そこから先は俺たちが作っていくんだ。Shit, Asami. Ah, こりゃ絶望だわ。また絶望に絶望して絶望を絶望しちゃった。ああ、楽しい。いっぺんあんな絶望を体験しちゃった以上はさ、もう戻れないのよね。過去の思い出だけを振り返りながら生きるのなんて、そんなの虚しすぎるじゃん。はあ、でもこれでもう絶望を希望しないで済む。そんなの絶望的。今のはどういうことだ。なぜ消えたはずのウサミが現れた。日向君の言った通りってことかしら。少なくともこれって用意された結末じゃないよね。これは彼らみんなで作り出した結末だよ。あいつらはそんな不確かな未来をあえて進むというのか。だとしても、もう彼らに任せるしかないわね。じきにこの世界は終わる。もう、私たちにできることなんてないわ。どっちにしろ、その必要はないんじゃないかな。崩れてくな。そうだな。あの、もしもの話で恐縮ですけど、もしも外の世界で目覚めた時にここでのことを忘れてしまっていたとしても、無意味ではなかったのですよね。もちろんですよ、ソニアさん。うまく言えないけど、なんとなくそんな気がします。マジでうまく言えてねえぞ。最後くらいもうちょっと頑張れや。な、簡単に変わらねえんだよ、人ってのは。ま、無意味かどうかはこれからの俺ら次第だろうけどな。そろそろタイムリミットみたいだな。やっぱ怖えな。
私も怖いです。でもいいんだよな、怖くて当たり前なんだよな。それが未来じゃ。おい、俺はおめえらのことも他のおめえらも覚えとけよ。俺の名前は相田和一だからな。てめえらみてえな濃い連中をそう簡単に忘れるわけねえだろ。もし忘れたとしても意地でも思い出してみせますって。後で日向がわけわかんねえこと言い出したら俺が半殺しにして正気に戻してやるよ。 You won't do nothing, Akane. 助かるけどできるだけ手加減はしてくれよ。ありがとう、ありがとう、ナナミ。やっと言えたな。Well, hopefully she heard it. Don't know why. 私の方こそ、ありがとう。Oh, okay.みんなのことは忘れないよ。ずっとずっと忘れないよ。この先もどこかでみんなのことを応援しているからね。だってずっと仲間だもん。A giant cell phone. Well, how am I going to carry that? Useless gift is useless. And so the incident is coming to an end. The incident riddled with absurdity, with nonsense, with sheer irrationality, is about to lower its curtain.An incident smaller than Hoofpeak Academy's biggest, most tragic event. Smaller than the biggest, most awful, most tragic event in human history. An incident so small, it doesn't even have a name. The world will never know what happened here. Aside from playing this game. Not now, not in the distant future. As long as they remain here.準備ができたらしいわよ。もういつでも出発できるって。じゃあそろそろ行かないとね。おい苗木、本当にこれでよかったのか。お前が取り調べは僕に任せてなんて言うからその通りにさせてやったが、あいつらは本当に大丈夫なのか。元の絶望に戻っただけなんじゃないのか。それはないと思うよ。だってそうでなかったらこの島に残るなんて言い出さないでしょ。眠ったままの仲間を何とかしてあげたいって思っているのかしらね。明確に言葉には出さないけど僕はそういうことなんだと思うよ。意識的にしろ無意識的にしろ。What about the Future Foundation? I thought they were going to attack or something. Because Makoto and, you know, Kirigiri and Byakuya were going against them, being rebels. I thought they were just going to go ahead and try to kill the Despair Remnants. Why wouldn't they? Why wouldn't they just head to the island and kill them? Is there something I'm missing? Anyways. そんな気持ちを抱いている時点で
もう過去の彼らじゃないってことかもしれないわね。どうやらここにはお人よしばかりが集まっているようだな。You would know all about Soft Heart. Soft Hearts, Byakuya. You dead body touching freak. だけど現実問題、眠った彼らが戻る可能性はほとんどないでしょうね。うん、可能性の問題じゃないんだよ。ほんの少しの可能性しかなくても、その未来を作ろうと懸命に前に進むこと自体が彼らにとっての未来なんだ。ほんの少しの可能性どころじゃなく、奇跡と言ってもいいレベルだとしてもか。でも不思議とさ、彼らならそこにたどり着ける気がするんだよね。彼らは絶望と希望をしっかり受け止めた上で、自分たちで未来を作ろうとしている。きっとそういう人たちにこそ奇跡は必然として訪れるんじゃないかな。相変わらず青臭いな。まったく進歩しないやつだ。進歩しないって。だからこそ私たちはあなたについていったんだけどね。 Because he never grew up? That's why he decided to go with him? That's a weird reason. まあいいだろう。今回は苗木の判断を尊重してやるとしよう。だが俺たちにとって大変なのはこれからだぞ。彼らだけをこの島に残していくなんて、本部のお偉方が知ったら大騒ぎでしょうね。 You mean they don't know? You would think they would know. Okay then. I'll just buy into the plot hole. Okay. 隠蔽工作を頑張らないとね。そういう問題ではない。で、本部には何て説明する気なの？それは船の中でじっくり考えようかと。頑張ってね。そこまでは手を貸せないから。そんな。お前の判断を尊重してもらえただけでもありがたく思え。分かったよ。私たちも帰りましょうか。まだまだ先は長い。やるべきことが山ほどあるわ。未来機関とのこともそうだけど、人類史上最大最悪の絶望的事件もまだ続いている。未来のためにも決着をつけないとね。どうやらもうしばらくはお前たちと一緒に行動することになりそうだな。あなたの帰りを待っている人もいるしね。おぞましいことを思い出させるな。じゃあ行こうか。僕らの未来を作っていかないとね。 Enjoy your serial killer girlfriend, Byakuya. こうして事件は終わった。Can we at least see what they look like outside of the virtual reality? That would be nice. そしてここから日常が始まるんだ。それは事件なんかよりもっと不条理で、荒唐無稽で、理不尽で、きっとずっと難しい。答えが出る謎なんてないし、ちゃんとした結末があるのかさえ疑わしい。道というよりはどこまでも広がる海のようで、どこにでも行けるし、どこにも行けないかもしれない。それでも俺は生きていく。
日向はじめとして生きていく。俺の未来はここにある。Wait. He has short hair? I thought he had long hair inside that vision with Nagato. I'm confused.
special thank you. 本当にありがとうございました。お前ら愛してるぞ。Special thank you to Spike Chunsoft for making this game. Probably said it wrong, but always thank the people that make these kind of things. Always show the appreciation for the actual producers and developers. Especially if you like the game.Easter egg, huh? I don't even know what that is. Usami's trap, huh? That looks kinda crazy looking. Danganronpa, well, first floor. 1F. What's that mean?Wow. Anyways, that was a really good game. Wait. This is an alternate storyline when Monokuma lost against Usami. This is a really, really good game. I really do like it. And if you do like this game, you can try it out for yourself. As always.Danganronpa. Welcome to Dangan Island. Danganronpa. You can read the light novel Danganronpa 1F, written by that amazing author.An 8-bit sound. This one's nice. This is a good song. Danganronpa. To Dangan Island. We'll put it in English. Ding, 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 ding. Hey, can you hear me? Are you okay? You seem pretty out of it.To be honest, I'm also... No, everyone else feels the same, too. Since we suddenly got put in this weird situation. Hey, are you listening? No.
Hey, hey! just taking a quick peek at this, whatever this is. Danganronpa. Why, hello there! Thank you all for waiting! Long time no see, guys! Man! What? Okay. Ta-da! Love and justice always wins in the end. Yahoon! Aren't in any danger whatsoever. I see. What? Are you stupid? Maybe? Now that I can understand you, like, has Mihiro actually been saying that the entire time? Saying, are you stupid? Every single time. Awesome! Shut up, Soda. Nagato, stop. For now. Right? Maybe. Ta-da! What? Come on. I shall explain. Hey! What did you see? Love, love! Shooting for the stars. I shall explain. You serious?
That's right! Live together for 50 days. Crap! Come on. Ta-da! Huh? Got it? That's... All righty! Flower pen. You are right. Got it? Ta-da! Alrighties. All right. Okay. Well, he gave me a knife. Anyways, let's stay and get out of this. I'm changing that back to Japanese. I'm sorry, it's just the voices don't match. They don't match the tone. They really don't. They're making me feel weird. Anyways, I want to thank you for watching. Feel free to leave a comment. Any comment at all. I'll see you later. Hakuna Matata means no worries for the rest of your days. I love you.